イスンギは、韓国の男性歌手、俳優、タレント。東国大学国際通商学科卒業。東国大学大学院国際、通商学科修士課程修了。身長は182センチメートル。血液型は B 型。高校入学と同時に、バンド活動を始め、ライブ劇場でリハーサルをしていたところ、歌手のイソニに、スカウトされる。2004年、アルバム、 ガの夢をリリースし、17歳で歌手デビュー。サイがプロデュースを手掛ける。歌手デビュー後、MBC のシットコム、ノンストップ後や KBS 週末ドラマ、噂のチルビめの出演で演技者としての活動もスタートさせる。また2007年からバラエティ番組、一泊二日にレギュラー出演し、天然キャラクターを見せ。 挙動寸議というあだ名と共に親しまれ、国民の弟と呼ばれるほど人気を上げていく。2009年、初主演を務めたドラマ、華麗なる遺産で47%という、高視聴率を記録し、このドラマで SBS 演技対象特別企画部門演技賞を受賞した。同年10月6日から2012年まで、トーク賞、カンイスンの共振像で、カン、 ほドンと共に MC として出演を開始し、歌手、俳優だけでなく、バラエティでも積極的に活動。2010年には SBS ドラマ、僕の彼女は、キュービ備国美ホ』では、俳優としてだけでなく、歌手として OST にも参加し、主要な音楽チャートで1位を獲得した。2012年3月6日に、シングル、恋愛時代で日本デビューすると、 オリコンシングルデイリーランキングで1位を獲得。日本のレコード会社ユニバーサルミュージック、マネジメント事務所アミューズと契約する。3月9日にはベストアルバムリースにザベストマイナスを日韓同時リリースした。6月1日には日本メジャーデビューした韓国アーティスト最速で日本武道館コンサートを開催した。2013年ファンタジー時代劇ドラマ 旧夜の書に主演。ヒロインを国民の妹と称されるペスジが務め、国民の弟と称されるイスンギとの初共演が注目された。毎月行われる CM 交換度調査では2009年から常に3位以内をキープし、2013年6月には歴代で最も1位に輝いたスターに君臨した。2016年1月21日、ファンに向けて、 平役前最後となる新曲、僕は軍隊に行くをリリース。2月1日、入隊した後、陸軍特殊戦司令部に配属され、2017年10月31日に、現役で満期除隊した。同年12月、除隊後復帰作として最勇気をモチーフとした、ファンタジードラマ、花勇気で主演を務め、孫悟空を演じた。2019年に主演を務めた、ドラマ、 バガボンドでは、激しいアクションシーンの連続だったが、軍隊で学んだ、格闘術、クラブマガなど活用し、ほとんどのシーンを、自らこなした。旧屋の書で共演した、ペスジと6年ぶりの共演も、話題を呼び、共にこの作品で、SBS 演技大賞最優秀演技賞を受賞した。2020年12月、7枚目のフルアルバム、ザ・プロジェクトをリリースし、5年ぶりに、 歌手活動を再開させた。高校時代から成績優秀で生徒会長を務めていた。2014年元日、少女時代のユナとの交際が報じられ正式に交際を発表し、韓国芸能界20代のトップスターカップルの誕生は高い注目を集めたが、2015年8月13日、ユナと発局したことを正式発表した。2009年から、 KBS のドキュメンタリー、ゲンバルポドの出演者に、毎週100万ウォンの寄付をし2020年時点でも、続け、同番組で、ボランティア活動も行っている。2010年3月、カンテワォン福祉財団に1億ウォンを寄付。2019年12月、ソウルにあるシンソンセブランスリハビリテーション病院に、治療費として1億ウォンを寄付した。2020年2月、 新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、テグ、軽症北道地域の困難な状況に陥っている子供たちのため1億ウォンを寄付した。フィーチャリング、フィーチャリング祭、アンディング、パラダイスクレイジーホーユー、フィーチャリングとミービューティフルカールサラン、スマイルボーイ、ピアノバージョン、メロディーサラン、サラン、フィーチャリングアーメン友達じゃないかトゥナイトどこでも、 恋愛時代くんを笑顔にする歌そのままの君僕は、悪い男スレーブ友達じゃないか。どこでも風邪そしてさよなら愛からするの。君と僕友達リュックサックを背負って、私たちが共にしたその全ての時間ありきたりな、男学ばなのように君の目、君の手、君の唇ちゃんとするよ少年。道を歩く君を笑わせる歌愛がぐるぐる回る。愛してるという言葉。ありがとうございます。